超改造技術でくっきり美しい大画面ワイド液晶ディスプレイみるみるランド。はい、どうもみんなのヒーローゆうきです。今回新しくモニターを買いました。大きいでしょこれ。大きいです。これ iPhone データの 31.5 型ワイド液晶ディスプレイです。おお。結構大きめの、ね、すごい。なんかゆうきさんの体の半分ぐらいありそう。そうで、これ重いと思うかもしれないけど、何気に持ってみた感じそんなに重くはない。そうなんですね。結構軽い。軽いんですか。重いっちゃ重いんですけど。どっちやねん。あのすごいずっしりっていうやつじゃなくて、結構ね軽いんですよ。意外と軽い感じですか。多分薄いんでしょうね、最近のモニターって。そうで、これがね27型だと思うんですよ。はい、これよりちょっと大きいぐらい。じゃあ早速出してみたいと思います。はい、開けてみてください。はい、カッターナイフなどを使わずに開梱してください。これがあれかな、切れちゃうからってことかな。こういうコード。ああ、そうですね、コードが入ってるんで、うん、上にこういうケーブル類が入ってます。なるほど、うん、はい、傷つけないようにってことですね。アポスティドールはい、アポスティドール噛んでないです。いや、今カミカミでしたよ。これがダイザーですね。薄い。これは薄いよ。あ、大きい。あ、やっぱ結構大きいですね。大きいですね。で、大きいんですけど薄い。今持ってみてすごい薄いな。はい、行きましょう。はーい。真っ黒でかっこいいです。うん、見てください、ここ横薄いよね、これね。あ、薄いですね。あ、ここの中にあるモニターの中で一番薄い。うん、薄いです、すごい薄い。で、ここがちょっとパカッて、ここになんかあれかな、ケーブル類が。そうですね、ケーブル類がまとまって、はい、で、こっちから取りますと、後ろにこの取り付けるところがあるんですね。はい、そうですね。はい、はい、IO データのモニターなんですけど、まずこのモニターね、31.5 型モニターでしょ。そして、これが HDMI ケーブル。で、これが、はい、これもあの端子ですね、あの映像を映す、うん、何端子かわかんない。これが電源、そしてこれが下の台座ですね。台座で、取り扱い説明書。取り扱い説明書は、こういろんな端子がつなげられるみたいです。うーん、 HDMI、VGA、ディスプレイポート、いっぱいありますね。ヘッドホン端子、セッティングス方法が書いてあるんですね。あ、そうですね、細かく書いてある。わかりやすく書いてある。これどういうやつかというとですね、超改造技術でくっきり美しい大画面ワイド液晶ディスプレイ。私ちょっとジャパネットされたので、ね、視野角なんかね、どっからどの角度から見ても綺麗に映るそうです。おー、うん、いいですね。横から、ね、見ることも結構ありますもんね。そうですね、薄型のスッキリデザイン、ハーフグレアパネル、色鮮やかに映るんだと。お、横から見ても薄型でスッキリ、本当に薄いよね。すごい薄かったですね。横から見た時特にね、シンプルでスッキリしたスタンド、これですね。これかっこいいですよね、かなり。はい、でも、ね、この大きいやつがそのスタンドで立つってことなんですね。そうですね。おー、すごい。だから軽いんですよ、本当持ってる人が。うんうんうん。オーバードライブ機能、オート速度 5.5MS、 なんかよくわかんないです動きの速い、あ、映像ね、動きが速い映像とかもちゃんと綺麗にしますよ。はい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 、なるほど。ね、運動会とかね、動いてるやつとかはそう、特にそうです。あ、動画とかね、うんうん、これはゲームとか、あ、ゲームとかも、うん、でも楽しめます。そうです。で、端子がいろいろある、標準装備でいろいろ、いろんなものつながられてる。で、スピーカーもついてるからですね、標準装備、いいですね。うん、で、これが結構ね、僕はいいなと思って、バックライトのちらつきがない、フリッカーレス。普通なんかこう映すと、昔のやつってこう、なみなみがこうなるじゃないですか。チカチカがないってことですね。それがないから、目に優しいらしいんですよ。僕も前ね、ちょっと目充血して、そうですね、多分目の使いすぎだと思うんですよ。うん、そういう、あの、ずっとパソコンモニター見てる人にも優しい。優しいですね。ブルーライトをカットする、ブルーライトを低減してくれる。ブルーリダクションっていうのもあるらしいです。だからパソコンでよく仕事を一日中してる人なんかはこれすごいいいと思います。うん、それでね、色がちょっと違う、ブルーライト、ブルーライトの部分をカットしてる、優しくなる。うん、5段階で調整できるみたいですね。おお、エコー実現、省電力機能搭載、 LED バックライト採用したエコモデル、
きいですね。 LED バックライトを採用したエコモデルだからちょっとドラえもん混じってる感じするんですけど削減したいワット数を確認しながら輝度が設定できる。へ、無駄な消費電力をカット、自動電源オフ機能だって。あー、いいですね。あ、パソコンの電源切ると一緒に切れるんだ、この本体みたいな。あ、賢い感じですね。賢いっすね、各種規格、はい、あ、しかも3年保証いいですね。3年保証、充実の3年保証、はい、ちょっと今似てなかった、だんだん似てきたよ、うん、さっきよりドラえもんが抜けた感じ。電話、メールなどのメーカーサポートについて、うん、はい、というね、土日も電話サポートで安心。はい、これ結構楽しみですね、はい。じゃあちょっと設置してみましょう。はい、みるみるランド。はい、では台座をね、取り付けていきたいと思います。はい、ここからはちょっとね、レイナさんにお手伝いをして、お手伝いっていうか僕がめんどくさいからそうなんです、めんどくさいやつ、このネジネジが嫌いだと思います。私がやりたいと思います。お願いします。今、このね、台座をこういう感じで、はい、そこにスポーンスポーンと差し込むと、ここに 1,2,3,4 箇所ありますので、はい、これをですね、ネジネジを使って、うん、ちなみにドライバーは入ってないので、あの、自分でご自身で用意してくださいということです。です、簡単だからね、レイナさんでもできちゃうと思います。でも、できます。結構好き、結構好きですよね、レイナさん。組み立て結構好きです。僕は苦手なんです。レイナさんにあんまり好きじゃないことは判明します。だからかって思います。ここのなんか椅子とか結構私一生懸命やってたんですけど、そうですよね、なんであんまり椅子やらないのかなって、はい、内心ちょっと思ってたんですけど。あ、そうなんだ。今日は分かりました。みんなであんまり好きじゃないんだ。だからうまくできてるんですよ、その人の組み合わせってね。そうですね、それぞれ得意不得意がありますからね。はい、じゃあこの感じでガシッと。はい、じゃあちょっと起こしてみましょうか。軽いでしょ、ね、おお、大きいね。はい、でこれどっちもインヤマなんですけども、うん、これはですね、結構このここはね、上がり下がりがするんですよ。それ結構いいですよね、高さ調整で。高さ調整ができるので。で、今あのサイズ感が分かるように下に下ろしてたんですけど、うん、私結構あの目線同じ方がいいので上で見てます。うん、で、あとここにこうあるので、ここをですね、こう角度を変えたり、角度も調整できる。調整できますし、これはですね、すごいですよ。ピューって。うん。で、縦にも見れるようになります。なるほどね。まあ、やってるときはあまり立てないですけど、まあ、ここ置きますよ。うん。今回のこちらのアイオーデータ、アイオーデータ、よいしょ。これはですね、ここに あの動くところがあって、うん、ここにストレッチしてこう斜めにできるみたいです。ここら辺までかな。モニターの角度は調整できる、ちょっとこういう風に斜めにできますよ、うん、ただ高さの調整はできないですね。できないですね。くるっともならないですし、うん、基本的にはまあこうまま使うっていう感じの、はい、じゃあ映し出してみたいと思います。はい。ただね、ただね、今回はね、この IO データでもちゃんとくねくねできるようにモニターアームっていうのも買ってあるので、これはまた別の動画で紹介するので、そちらもお楽しみに。はい、お楽しみに。レイナさんいつもこのモニター使ってるじゃないですか、はい、2つ。大きさ違いますよ。違いますね。あのメインで使ってるのはこっちで。27の。でサブで見たいものがあるときにこっちにやって、うん、こう2つ並べてるんですけど、こっちの方が大きいのでやっぱりこっちを見る頻度がすごい大きい、うん、多いです。快適さとかも違います。そうです、全然違うので、やっぱりこっちがメインで使ってて、うん、でこれに打ち込みたいときに他のものを見てたりとかするときにはこっちに入れたりとかして映し出しているのが主に使っているので、これはねすごいね、見た目大きいですね。ね、うん、でさらにどれだけ快適さが増すのかどうか、ちょっとつないでみたいと思います。はい、今電源をつなぎました。で今ノートパソコンに電源どこ使いました、ね、ここっぽいですね。それは触るだけ、ここ見ていただくと、はい、ここにメニューっていうのがあって、この左、右と、うん、インプットかな、ここで調整してる、はい、ここにこういっぱいボタンがついてて、うん、あ、出てきた。メニューを今押してみました、うん、で、表示モード、今標準で写真があって映画が選べるそうですね、うん、これ右に行くのかな、で、バス
これはフルで今やってるんですけど、はい、固定もできます、うん、で映像設定、あ、ここでコントラストとか色調整とかっていうアドバンスとか、ね、ここでできるってことですね。でメニュー設定に行くと時間ですね、10日、ボーダー色とかなんかいろいろ言語とかあります。あ、インプット今間違えたとしちゃったんですけど、そうするとこうだんだん選べるみたいですね、表示時間、これ15分、多分これで切れるってことだと思う。なるほどね、15分経つとそう自動で自動で、でこれ今5分にした、あ、切れちゃいました。でもう一回切れちゃったんでメニューに戻ってみて、うん、でメニュー設定、あ、さっきの表示時間はさっき15分だったのが今ので5分になりました。あ、すぐ消えちゃいます、すぐ消えちゃいますね。もうちょっと中身15分に戻します。15分に戻します。そしたらインプットして時間で一回インプットして15分にここに戻します、うん、で、はい、というわけで IO データの新しいモニター 31.5 型、大きくてね、これ綺麗ですね。はい、すごい綺麗です、鮮明です、うん、大きいのですごい見やすいですね。見やすくて目にも優しいし、はい、これからちょっと使うのが楽しみです。楽しみです。ではまたね。そうあのこの次にこれにモニターアーム取り付けっていうのをやるので次回の動画も楽しみに。楽しみに。